第480回ダイナミックローブ制ファイナル OPPF 東洋太平洋スーパーライトルタイトルマッチ12回戦を行います。赤いコーナー139パウンド、2分の1、フィリピン35戦29勝5敗、1分け25KO、 東洋太平洋タイトル3階級制覇、第32代この OPPF 東洋太平洋スーパーフェザー級チャンピオン、第40代この OPPF 東洋太平洋ライト級チャンピオン、本日現タイトル初防衛戦、第32代 OPPF 東洋太平洋スーパーライト級チャンピオン、ランディー本場と石の拳を持つ男、これが10度目の日本のリング、ランディ・スイコです。青コーナー挑戦者、138パウンド4分の3、英検事務所属、42戦33勝8敗1分け、20KO、 1998年東日本新人王、2000年 AP ボクサートーナメント優勝、第29代元日本スーパーライト級チャンピオン、第34代元 OPPF 東洋太平洋ウェルター級チャンピオン、東洋太平洋タイトル2階級制覇をかけるトップコンテンダー、 OPPF 東洋太平洋スーパーライト級第1位、佐々木元気。過去2度のタイトルダッシュは不利の予想を覆す KO 勝利、自称逆境の覇者佐々木元希です。過去タイトルを獲得したときは試合開始直後に一気に流れを引き込んでいる佐々木元希、今日はどんな立ち上がりを見せるでしょうか。つわものランディ・スイコがチャンピオンです。この試合解説は元世界チャンピオンのお二人、浜田剛さんと飯田聡さんにお願いします。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。オープンスコアリングシステム、4ラウンド8ラウンド終了後に公開採点が行われます。今試合が開始されました。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦です。白いトランクス、赤いグローブがフィリピンからやってまいりました OPBF3 階級制覇のチャンピオン、ランディ・スイコです。いずれも右構えです。ピンク色のトランクス鮮やかです。こちらが青いグローブ佐々木元希、34歳の佐々木、左を出していきます。一方スイコも30歳とベテランです。まずは相手をよく見据えている両者、かつて日本スーパーライト級タイトル、そしてOPBF のウェルター級タイトルを取った時には佐々木はもう奇襲攻撃と言われるようなオープニングラウンドを見せたんですが、今日は落ち着いて入りました。解説の浜田剛さん、はい、いかがですか立ち上がり。ある意味打ち合いたいチャンピオンに対して、はい、さあ今打ち合うかどうするかっていうふうに、ある意味揺さぶりをかけている最中ですよね。揺さぶりをかけている、はい、いきなりはいきませんでしたね。いきませんでしたね今回は、はい。そして飯田聡さん、はい、スイコはどうですか。もうじっと相手を見ている、見てるんですけども、かなり距離が近いですね。本当に、攻めていってますよ、はい、チャンスがあれば、うん、今みたいに強いパンチは当てていこうとしてますね、はい、29勝して 25KO という、まあ、勝利のうち 86% が KO 勝利という非常にハードヒッターです。左のアッパーです、スイコです。左のフック、右ストレート、そして右のアッパー、いずれでも倒す力があります。左のフックです。実際にチャンピオンのランディ・スイコは真正面で打ち合うと強いですよ、はい、ということは逆に言うと真正面ではなければですね、空回りするところも何回もありますよね。そのような展開に佐々木は持ち込めるかというところです。オープニングラウンド、左ニュートラルコーナー近く、ロープを背にしている佐々木です。ただガードの上を叩かせた。残り時間は1分少々あります。第1ラウンド、オープニングラウンド、獲物を見据える目です。ランディースイコ、左のアッパー、左両者ともに世界挑戦の経験があります。スイコは2006年7月 WBA 世界ライト級タイトルに挑みました。そして左のボディが入りました。スイコです。
一方の佐々木も去年の10月ウクライナに乗り込んで WBA 世界ウェルター級タイトルに挑戦しています。佐々木としてはウェルター級から下げてきた一方、セイコの方は下から上げてきたというウェイトです。はい、井出さん、左、右から左です。今は打ちましたね。これまでは打たせてた感じですね。打たせて相手の力の、パンチ力などを見ていたという感じですね。なるほど、右のボディです。これは鈍い音がしました。それも一つ井田さん作戦でしょうかね。いや、そうですね。でも力があるなと思ったと思いますよ。そうですか。じわりじわりと詰めていく、プレッシャーをかけていくのがランディ・スイコ、チャンピオン、チャレンジャー佐々木がよく見ています。今オープニングラウンドが終わりました。放送席改めてご紹介します。元世界チャンピオンのお二人です。浜田剛さんと飯田聡さんです。お二方よろしくお願いします。お願いします。浜田剛さん、はい、ちょっと緊張感のあるオープニングラウンドになりましたね。そうですね、さあこれからどうすると、ある意味駆け引きをやってる最中ですよね。ランディ・スイコはある意味真っ正直なところありますけどね、はい、佐々木の方がさあ打とうか、さあそれとも下がりましょうか、いろいろ入ったり出たり いろんな面で精神的にプレッシャーかけようとしている最中ではありますね。はい、そして飯田さん、立ち上がったままのスイコですね。そうですね、ランディ・スイコも強いパンチを打とう打とう、攻撃重視というか、はい、攻撃していく選手なんで、今も何度か1アンドの間にも強打打ちましたね、はい、階級を上げてきているんですがパワーは十分通用しますね。そうですね、はい、怖いですね。初防衛戦のスイコを挑むのは佐々木元樹です。そのウエイトの件ですけどね、はい、もともとランディスイコは体重が多くて減量きつかったんですね。きつかったわけですよね、減量が。だからそういった面では、ウエイトを上げて、思う存分いい動きができるということは言えますよね。はい、紙一重で今かわしましたけれども、今重いパンチにまずどよめく後楽園ホールですよね。ウエイト上げて、本来の持ってる力を出せるのがこのランディスイコは今のウエイトですよね。ただ佐々木はですね、世界タイトルウェルター級でやりましたけど、もともとスーパーライトの選手ですからね。そうですね、そういった面では元に戻したということが言えますよね、むしろアンダーで昨日の計量を終えました佐々木元樹です。ライトでもいけるかもしれない、そんな手応えを感じている34歳です。そういうことからすると両者ともに、本来自分のウェイトに戻ってきた、ということが言えるでしょうね。右、重い右です。左を振っていくランディスイコです。ランディスイコは力んでますね。はい、逆に軽いパンチですが左のフックを当てていきました佐々木元樹です。左島さん、はい、チャンピオンランディスイコサイドなんですけども、セコンドのジョー小泉さん、第1ラウンドは非常にいいプレッシャーをかけていった、2ラウンド以降もジャブでプレッシャーをかけ続けていきたいというふうな指示を送っています。アメリカで殿堂入りも果たしています。マッチメーカーのジョー小泉さんがマネージャーを務めるこのランディスイコです。いや、スイコの方はもう仕留め出していると思いますね。もうですか。もう強いパンチを当てに行ってどんどん弱らせようというつもりじゃないですかね。ジョー小泉さんも、そして本人も、勝つなら自分は KO なんだというふうに話しています。ですからどん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 いきます。攻めていくランディスイコ、右左、特に右アッパー警戒なんだというふうに佐々木は話していた。しかしそのパンチをかいくぐって、飯田さん、このラウンドは佐々木も攻めていますね。そうですね、ランディスイコ1ラウンドの時にあまりにも佐々木の方が手を出さなかったんで、これはいけると思ったんじゃないですかね。なるほど。でこれ一気にこう2ラウンドから手を出して攻勢に出たということですね。強いパンチを打ったんですけども、さっきもこう打ちに来るとくるっと佐々木のは回ったりとか、これですね、こういう動きをするんで、ちょっと思ったよりも左、いい左当たりましたね。思ったようには攻めらんないと。右、左、ランディスイコは真っ正直なところあるんですね。はい、だから真っ正直で相手が打ち合うと本人の力も出るんですけどね。左の動かれて動かれて突発的に手を出されると避けきれないところがあるんですよね、はい、ただその真正面に行っても浜田さん、倒す力があるんですよね。パンチはありますよ、はい、5月のタイトルを獲得した上、右、佐々木の右です。いいパンチですね。ただランディスイコはこれまで世界挑戦の経験も含めてダウンの経験はないんです。佐々木元樹はあえてその不当のチャンピオン、これを倒して勝ちたいんだ、 KO で勝ちたいんだと話しています。第2ラウンド残りは少なくなっている。過去2度タイトルを、日本タイトル、東洋タイトルを取っている佐々木ですが、いずれも不利の予想を覆して KO 勝利を果たしています。左です。あ、左の打ち合い、右、重い右です。ただガードの上でした。第2ラウンド終了です。
第2ラウンドの攻防です。佐々木が第1ラウンドよりも浜田さん、はい、攻勢に出ましたね、うん、まあ、ある意味ですね、まあ、正直にランディスイカが前に前に来ましたからね、はい、そうすると佐々木もおそらくこういうパターンで来るであろうっていうその通り、来たんで、自分の変則的なボクシングが当てはまりましたね。今はチャンピオンが175センチ、5センチ身長では上回っている両者です。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦、まだ試合は序盤第3ラウンドです。白いトランクスがランディスイコチャンピオン、 OPBF3 階級制覇です。パンチ力があります。29勝 25KO です。ランディスイコの場合は打たれれば打たれるほど前に出てくる選手でもあるんですね、はい、あ、そうなんですね、うん、どんどん圧力をかけていく、気持ちが分かりやすい選手ですよ、ただそのスピードという面では佐々木は自分の方が上なんだと、足を使えば勝機が見出せる、そのように話していました。ロープにはうまくさばいていきたい佐々木元樹、左を伸ばす、ただ強振をしてきます。飯田さん、これ怖さはないんでしょうか。いや、あると思いますよ、これだけ、はい、ボディです。はい、右のアッパーも頭下げると右アッパー振ってきますからね、右ストレートを当てました佐々木元樹です。うん、アッパー、このアッパーが怖いんです。しっかりブロックしていた佐々木です。寺島さん、はい、青コーナー佐々木サイドですが、やはりスイコの右のアッパーに気をつけていこう、左のジャブを出して試合をコントロールしていこうと指示が出ています。はい、青コーナー佐々木、これが負ければ引退の試合なんだというふうに公言をしています。あえて自分を追い込む、逆境でこそ強さを発揮する、逆境の覇者と自称しています佐々木元樹です。青コーナーに追い込んだのはスイコ、左を吹く、右から左です。佐々木のはこうやって足をこう使って、はい、移動してますからね、的になってはないですよね、なるほど。その思い切り打とうとした時にはもう真正面にはいないという形を作っているということですね。リングの中央に戻りました両者です。距離もいい距離取れてますね、佐々木の方が。そうですか、はい、左、ただ何もなかったかのように前に出てきます。ランディスイコ、打たれれば打たれるほど、はい、もう前に余計に出てくるんですね。ジョー小泉さんによりますと、鉄の顎を持つというふうに話します。そして鋼のボディ、どちらも強いんだと打たれ強さを話していました。ただ打たれたらやっぱりポイントになりますからね。あ、そうですか、はい、そうですね、ポイントは取れますからね。少し苦笑いというようなシーンでしょうか、佐々木元樹です。いいパンチが当たったのになという思い、浜田さんあるかもしれませんね。まあ、いろんな意味でですね、苦笑いした表情をですね、はい、相手にいろいろ逆方向を見せたりして相手に幻覚させるというんですかね。なるほど、このあたりも引き出しの一つですか。そうなんですね、心理的なところなんですけどね、はい、1997年のプロデビューから丸13年14年目に入っている佐々木元樹。さあ、ここは左の前になった、いろいろな引き出しを出してきます。あ、右の打ち合い、ここはちょっと佐々木もぐらついたように見えたが大丈夫です。真正面での打ち合いというのはやっぱりスイコは強いんですよ。はい、右ストレートです。真正面に立ってはいけない、距離感も重要になってくる。左フック、当たりましたね。第3ラウンドが終了しました。第3ラウンド、佐々木元樹が右のフェイントを入れて左のフック、見事に当たりました。世界挑戦去年実りませんでした。しかしもう一度世界という思いがあります。ただ負ければ引退、そんな逆境をあえて自らに課してこのリングに上がっています。鉄の顎を持つランディスイコ、それを倒してチャンピオンになることができるんでしょうか、佐々木元樹です。OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦第4ラウンドです。この第4ラウンドが終わりますとオープンスコアリングシステム採点が発表されます。左のアッパー、ここも右のアッパー、パンチはありますよ、ランディスイコです。スーパーフェザー級ライト級に続いて今年の5月に右のボディです。スーパーライト級の OPBF タイトルを獲得。これはこのラウンドはですね、はい、確実にランディスイカ当ててきましたね。あ、そうですか。大振りじゃなくてですね、確実にしっかりと当てて、ね、当ててくる、はい、ということはもう早くもとどめを刺しに来ているということでしょうか。という大振りすると避けられるというところがあって、なるほど、確実に当てて、逆にカウンターか、右ちょっと引いた、左佐々木のマッチ、今のは良かったですね。手鼻を噛みましたランディスイコ。まだスイコには余裕があるか。いい攻撃だったんですけどね、ランディスイコ、いいの食いましたね、逆に内気に流行っているところ、そこはもう逆に佐々木にすれば浜
チャンスなんですね。まあそういうことですね。だから佐々木は相手が来ることは来るところっていうのは読めてはいるんですね、はい、読めてはいるけどその来る時のパンチ体力に力があるということは書いているでしょうね。右のボディも放っていきますダンディースイコ。しかし飯田さんこの佐々木は気が強いですね。そうですね。もうとにかくお互い、読み合いがすごいんですよね。読み合いどんなところに出てますか。佐々木もこう打ち返すのって必ずランディースイコはちょっと息を抜いたところ、はい、必ず打ち返してるんですよね。呼吸まで読んでいるわけですか。でまたランディースイコのは佐々木のブロックの仕方を読んで、はい、これですね、はい、あの中またはそ空いたところを、そうですね、打っていくわけですね。右です。このもう4ラウンドでもすでに読み切って、第2第3の展開になってますね。はい、スイコも確かにその佐々木がボディを警戒していると上、はい、上を警戒したら下というようなパンチですね、はい、右。ここは右しかしガードしています佐々木です。うわ右佐々木の右わずかにかすっただけ。緊迫感のある打ち合いです。打ち合いというかこれはスイコがどん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 攻めていく。残り1分。さっきのラウンドまでは佐々木の方がいい距離を取れてたんですけど自分で取りたい距離で戦ってたんですけど、このラウンドはややランディスイコの攻める攻撃の距離で戦わざるを得ない感じになってますね。そうですか。ただ佐々木もパンチは出しています。寺島さん、はい、一方ですねこのランディスイコサイドの陣営からはですね全く具体的な指示は出ていません。ジャブを打ち続けろそれしか出ていないんです。浜田さん、そうなんですかね、まあ、実際にこのラウンドのスタートはですね振りを小さくしてしっかりしっかりと当ててきましたからね。ということは、まあ、今までのこの自らの経験をしっかりとこの試合に反映させていると。空振りを極力なぜか今みたいに空振りしたら打たれますからね。なんですね、いやハイレベルな攻防。さすがに世界挑戦の経験があるんですね。またランディングが焦って出てきますよ。はい、前に出てくるところ。逆に佐々木はチャンスがそこから見出せるか。残り時間は少なくなっています。第4ラウンド、激しい打ち合いだ。どよめき後楽園ホール第4ラウンド終了です。このあと採点が発表されます。39対37、赤スイコ。ジャッジ1社が39対38、青佐々木。ジャッジ1社が38対38。以上4ラウンド終了時点で三者三様の状態です。三者三様という4ラウンドまでの採点です。浜田さん、やっぱりですね3人とも、ジャッジが迷う試合だということは言えると思いますよ。そうですね、まだ4ラウンドまではリズムをどちらにも掴み切っていないという状況です。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ第5ラウンドに入りました。ランディースイコのコンパクトなパンチ、そして、まあ、攻撃の数も多いんですね、はい、と思ったら一発まともに一発二発と佐々木入れますからね、はい、だから割れるラウンド結構ありますよね。しっかりとダッキングでかわしました。ただ少し飯田さん、はい、佐々木の右目の周辺が腫れ始めていますね。そうですね、ちょっと腫れ、ま、パンチ力ですよね。ランディスイコの本当に石の子、右ストレート、見事に、これはものの見事に右ストレートを打ち抜いたはずなんですが、ある意味突発的なやり方ですよね、はい。今のスタートでのやっぱり攻撃も、やっぱりランディスイコアパーいい攻撃してるなと思ったやつに、あります、一発大きな、これはクリーンヒットですからね、はい、そうですね、ここは頭が当たりました。まさに佐々木が当ててるパンチこそ、はい、呼吸を読んだパンチなんですよね。相手の呼吸を読んでここで打てば相手は反応できないっていうところで打ってますね、はい、ただ飯田さん、まともに食っているのに、はい、ランはありませんよ、はい、そうなんですよね。 お互いですね、佐々木ももらってますよ、ランディスイコのいいパンチを、はい、お互いに相手のパンチを殺す、そういったテクニックもあります。両者です。34歳の佐々木、30歳のランディースイコ。寺島さん、はい、チャレンジャー佐々木サイドですが、中途半端な距離は作るな、体を寄せるのか離れるのかはっきりとしていこうと指示が出ています。いや、パーから左のフック佐々木です。中途半端な距離は危険だというセコンドの指示です。鼻血を出している佐々木元基、パンチは、まあ、少なからず食っています。左から
重いパンチ、相手の呼吸を読んで入れていこうとまさにしています佐々木元希です。青いグローブ、ピンク色のトランクスが佐々木元希です。残り1分を切りました。第5ラウンド12回戦で行われています OPBF スーパーライト級タイトルマッチ、過去2人目、地上2人目の OPBF3 階級制覇チャンピオンランディ・スイコがどんどんバットボールには打たせてはないんですけどね、はい、ただやっぱりガードの上でもこう数打たれるとやっぱり響いてきますからね、あのこれだけパンチ力ありますからね。そういうことですね。そしてランディ・スイコの食い方というのはまたまともにガツンとくるんですね、はい、ただ打たれ強さがあるというスイコなんです。このあたりはジャッジも、まあ、その一発のワンパンチを取るのか、あるいはコツコツと当てているスイコを取るのかというところも、うん、結構やっぱり今後もこれからも割れそうですね。はい、一旦レフェリーが開けます。残り時間少なくなってきました。第5ラウンドです。左のアッパースイコ、右をすぐに返していく佐々木、打たれたままには絶対にしない、そんな意気込みが感じられます佐々木元気です。右のフックランディースイコです。第5ラウンドが終了しました。今年5月1日敵地韓国で各ギョンソクとの王座決定戦に臨み5ラウンド TKO 勝利し3階級制覇を渡したフィリピンのランディ・スイコ、29勝 25KO、 どのパンチでも倒す力があるチャンピオンです。第6ラウンドを迎えました。今チャンピオンランディ・スイコは、まあ、世界でも有名なマッチメーカーでありますジョー小泉さんから指示を受けてリングに出ていきました。左からスイコが勝つ場合には KO 勝利、そのように言ってはばからないジョー小泉さんです。手島さん、はい、このジョー小泉さんからのアドバイスなんですが、ジャブを打ちながら左の打ち合い、はい、ジャブを打ちながら相手のパンチを誘発、そしてカウンターを狙っていけというこのラウンドの指示です。カウンターを狙っていけという指示が出ています。逆にカウンターを食っている状況なんですが、浜田さん、この指示どうですか。まあそれも一つの方法です。まずジャブを出しておいて、はい、それでジャブを出していたらさすが必ず打ってくるはずだと、そこを狙っておくということですけどね。ランディ・スイコがやっぱり5ラウンド目からずいぶんプレッシャーきつくきましたね。しかし右を返していく佐々木元気です。右アッパー、これを絶対に食ってはいけない、そのように話していました。おととし去年と石井一太郎、そして長嶋健吾に敗れているランディ・スイコ、まあライト級だったということでウエイトが非常にきつかったというふうにジョー小泉さん話しています。 2.4 キロを上げてきました今回のこのスーパーライト級、だいぶ楽になっているといいます。いや全然違いますよ。そうですよね、戦い方伸び伸びと戦っています。もう2キロ 2.5 キロというのはですね、はい、絞り切った後の、その2キロ3キロですからね。そうですよね、全然違いますね。まさに世界チャンピオンを取った時に浜田さんはこの階級に上げたわけですけれども ね、まあ、そうですね、これは大きかったわけですね。まあ、あと1キロぐらいというふうにみんな思うかもしれないですけどね、はい、最初の1キロとですね最後の1キロというのはもう天と地の違いありますからね。そんなに違うんですね。違いますからね。だから今日のランディ・スイコ見ても元気ですよね。いつもよりも追い足といいますかね、うん、この元気ですね、軽やかですよね。左、うん、右、ここは空振りにします。佐々木元気です。佐々木左から、左左右左、やっぱり、ランディ・スイコも正直なんでですね、はい、ごまかしをする選手じゃないから、佐々木も読もうと思えば読みやすいところもありますよ。なるほど。ただその前に出てくる力はありますけどね。叩きつけるような右です。佐々木です。ローブローの注意です。ランディ・スイコボディを狙い出しましたね。ボディを狙い出した、なかなか粘るということで、はい、ちょっと後半も見据えてのボディ攻撃じゃないですかね。その佐々木のこの動き回る動きを止めたい。わーっとローブローか。ここはとよめきます。場内です。あーしかしビービー、いや当たった。コンビネーションの中でまともに食ってますけどね。
ですが、うん、何事もなかったかのような表情なんです。採点にどういう風に響きますかね、このマンダコですよね。本当にいいパンチ、ポイントを本来だったら取れるパンチですよね。これで動かず、要するに止まらず、まだ前に出ますからね、はい、これ止まるとやっぱり佐々木ペースになるんですけどね。ここで第6ラウンド終了、前半戦が終了しています。第6ラウンドの攻防です。ものの見事に右ストレート2発当てている佐々木なんですが、浜田さん、何事もなかったように返してくるスイコなんですね。佐々木が打たれる場合にはブロックも半分はしてるんですよね、はい。だけどある意味力があるからどんどん吹っ飛ばしていくというところあるわけですよ、はい。それでランディングスイコが前に出ながら食い方もまともに食ってるんですね。そうですね、まともに食ってるけど それでも前に出てくるから、ジャッジにはどう映るかですよね。そうですね、佐々木元基、あえてこのダウン経験が一度もないというスイコから倒してタイトルを取りたいんだという高い目標を掲げています。去年ウクライナに乗り込んで世界戦を戦いました。ゼンチェンコに敗れはしましたが、チャンピオンとの差は紙一重だったと話しています。いいの食いましたよ。それでも攻撃するんですね、止めないですね。佐々木のパンチも当たっているんです。当たってますね、今のいいコンビネーション当たりましたね、はい。本当に前進をやめないスイコ、これに対して飯田さん、はい、もう本当に佐々木は強い鋼の意志でいかないといけませんね。これはですね、佐々木も若干本当に顔が腫れてきてますよね。そうですよね、右目のあたりが腫れ始めています。左のフック、そしてアッパー、スイコです。どのパンチも強力な破格のパンチ力があります。左のアッパー、左のフック、あーっと、ここは足元が少し引っかかったでしょうか。まあ、ちょっと変な体勢から右アッパーを通としたんですね、今みたいに、はい。右のアッパー、ウィー、さまざまな角度から相手がまあ予期しないような角度からパンチを出すというのも佐々木の特徴です。そしてそれが当たるんですよね、そして当たってからのラッシュというのもね、本来はあるんですけれども、ランディスイコが出てきますからね、全く引いてくれないですから、これは苦しい戦いになっている。鼻血を出している佐々木元基、ここは笑顔を見せた、聞いていないぞというようなアピールでしょうか。そしてワンツー、左、しかし左のアッパーです。左です。今日は追い足、このチャンピオンの動きもかなり鋭くなっています。この階級の上げて調子いいですよね。ですね、全く違いますね、去年一昨年と日本で2連敗です。しかしその時とはスイコの様子が違います。本当に別人みたいですね。そうですよね、はい。いや、左のフックダブルです。苦笑い、ニュートラルコーナー、ロープを背にする佐々木です。しかし過去日本タイトル、東洋タイトルを取った時は圧倒的不利という予想を覆して KO で勝っている佐々木元基です。ロープを背にしているが左のフック、普通の相手であれば今みたいなパンチでもチャンスが来るんですけれども、いや、今の打ち合いはお互いが外してますね。ギリギリのところでクリーンヒット外してますね。そうですか、おっとおっとおっと、これも飯田さん、ハイレベルな外し方ですか。ですね、はい。相手の出方をある意味読んでいる、見切っている。第7ラウンド残り時間が少なくなっています。 OPBF スーパーライト級チャンピオンをかけた戦いです。第7ラウンドが終了しました。OPBF スーパーライト級のタイトルに挑む佐々木元基の応援団として力強いバックアップ、西岡俊明世界チャンピオンをはじめそうそうたるメンバーが応援に駆けつけています。現在帝拳ジムには東洋太平洋日本合わせまして7つのタイトルがあります。去年3月に青尾隆弘がタイトルを獲得して8つ同時にタイトルがあったというのに並ぼうかというこの試合です。さあ第8ラウンドが始まりました。このラウンドが終わるとまた公開採点ということになります。中盤戦はただ浜田剛さん、はい、スイコの前進は強かったですよね。そうですね、やっぱり体力パンチ力ありますよね、はい。こ
コもプレッシャーをかけていくのは追い込んでいくのはランディ・スイコです。しかし相手の呼吸を読んで飯田さん、はい、佐々木も出していきますね。またちょっと戦い方変えてますね。どのように変えましたか。今使って距離を外して、はい、左です。一旦距離を離したところからスッと入ってまた離れてというような動き。ただコーナーに追い込まれます。ただ外す。じゃあボディやっぱり佐々木の方ダメージと疲れも出てきてると思うので。そうですか。ちょっとここで流れを変えるんじゃないですかね。流れを変える先お一旦離れて一気に入る。そうですね。この先ちょっとでも佐々木ペースを落とせばランディ・スイコに捕まると思うんですよね。はい、スイコは29勝25KO、まあ、逆に言いますと長い時間戦うと浜田さん、うん、佐々木にもチャンスということは考えられるんじゃないでしょうか。まあ、そういう統計からするとそうですけどね、まあ、ノックアウトが多い選手でもスタミナある選手、まあ、これ練習量によりますからね、はい、だから必ずしもあんまり投げられるの経験してないからスタミナないんだということではないんですね。しかも階級を上げて元気ですからね。スイコは楽になっていますからね。どこに活路を見出すのか。確かに佐々木はうまく距離を取るようになりました。まあ、ブロックしながらですね、まともには食ってないんですけど、やっぱりそれ数打たれてくるとやっぱブロックの上でも結構響いて、弾き飛ばされるところがあるんですね、はい、そしてその中でまた佐々木がクリーンヒットするということもありますけど、ランディ・スイコが出てくるんですね。それでも、はい、ジャッジにどう映るかですよね。そうですね、まあ、構成という意味ではランディ・スイコが常に前に出ていますからね。そのあたりどうでしょうか。フィリピンからジャッジが1人、日本のレフリーが2人という体制で採点を行っています。ただ OPBF は現在日本にまあ事務所を構えているということもありまして、公正にジャッジは行われるものと思われます。少し表情を柔らかくしながら佐々木がチャンスを伺う。しかしボディ、重いボディです。左、右、ランディ・スイコ、おお、右左、いいパンチです。左から右、これでランディ・スイコが下がったりぐらついたりすると、はい、完全に佐々木のポイントになるんですけど ね、それでも前に出てきますからね。打たれたら打ち返すというような形ですからね。左パンチを繰り出していきます。ランディ・スイコチャンピオンです。第8ラウンドが終了しました。公開採点です。第8ラウンド終了時点の採点と集計結果をお知らせいたします。ジャッジ下が78対75、ジャッジ下が78対74、以上赤スイコ、ジャッジ下が76対76。8ラウンド終了時点で2対0、赤コーナースイコ選手優勢です。最大4ポイント差、2対0でランディ・スイコがリードしています。残りは4ラウンドです。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦、公開採点では8ラウンドまでは2社が、スイコチャンピオンを押しています。まあ、やっぱり5ラウンド以降というのはずいぶんプレッシャーきつくいきましたからね。そうですよね。まあ、スイコもまともに食うところはありますけど、その後でも何も食ってないように打っていきましたからね、はい、そうですね。そこがやっぱりジャッジとして、佐々木のポイントに行かなかったところあるでしょうね。はい、飯田さん、採点を見ますとこれ、はい、ポイントで逆転するのはダウンでもなければというような差に近いんですけれども、3ポイント、ね、4ポイント、まあ、引き分けということですね、はい。まあ、佐々木この試合負けたら引退を明言してますし、はい、あと倒して勝つと言ってますからね。そうですね。逆に12ラウンドを見た中でその中で倒せばいいっていう風に組み立てるとすると、はい、それはそれで佐々木として策があるかもしれないですね。まあ、残すこの4ラウンドに人生をかける飯田さん、そんなラウンドになりそうですね。そうですね。逆にあえて、無理せず、はい、どこかチャンスでまとめるというワンチャンス、はい、来たら一気にまとめる。本当に打たれ強いスイコ、右の服が当たった佐々木です。右左、さあこの9ラウンドをそのポイントにすることができるのか。左、見事な左、今のはテンプルに入りましたからね、ああいうのをですね、やっぱり、はい、間を空けずに食うと誰でも効きますからね。そんなに強いスイコでもね、効きますからね。ダメージはあるはずですよね。それと、まあ、終盤になってくるとですね、まあ、みんな疲れも出てきますから、疲れたところに立て続けにいいパンチ食うと、それはみんな効きますから。佐々木としてはそこに勝つのですね。
右から左スイコ。さあ両者のスイコも口も開いてきましたからね。そうですね、軽やかな動きという感じではなくなってきましたね。やっぱり打ち疲れもありますよ、力いっぱい渾身の力で打つのがスイコです。そういった意味では少しスピードが落ちるかもしれない。さあ佐々木何を思うか、ガードの上からでもパンチ、この威力は十分です。スイコ、そうなんですよ、ランディスイコの方もちょっと疲れが見えてきてるんでですよね、さっき言ったみたいに12ラウンドまで最後までにいつかチャンスで倒せばという考えならば、まだまだ全然佐々木もチャンスありますよ。第9ラウンド残り40秒です。左ニュートラルコーナーに押し込んでいるのはスイコ、呼び込んでいるか佐々木。ここに来るとスイコのハーハーする声聞こえますね。そうですね、はい、ずいぶんきつくなったんですよ。放送席の目の前で今攻防が行われました。かなり、まあ、肩で息という、ま、ところまでは言ってないんですが、荒い息になっています。口で息をしています。まあスイコみたいなあの思いっきり打つ選手なんですね。いい感じ、これ今立て続けに打つと効きますよ。止まらずにどん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 打っていくことですね。そうですね、ごまかしを効かせないようにしたい佐々木です。ちょっと時間があると回復しますけどね。いい激しい打ち合いで第9ラウンドが終了しました。お知らせいたします。ただいま第9ラウンド青コーナー、赤コーナー、スイコ選手、左目の上をカットしております。この傷はキング、青コーナー、佐々木選手の有効なパンチに選ばれます。第9ラウンド中盤の第9ラウンドの攻防です。激しい打ち合いになりました。こうやってまともにですね、やっぱり、カウンターで食うとランディスイコもやっぱり効いてきますからね、まあ、効いてくるという、あの疲れがありますからね。打っていての疲れているというのはありますよね。その時にはですね、あの打たれた時も効いてくる、そして打つパンチにも力がなくなってくるというのはあるんですね。さあチャンスを見出せるか佐々木元樹、帝拳ジム34歳、もう一度世界へ。ただその言葉は今回封印して、この試合に勝てなければ引退、自らを崖っぷちに追い込んでの試合です。3階級制覇の OPBF 史上2人目のチャンピオンということになりますランディスイコ。この高い壁、しかもダウンの経験が一度もないランディスイコを倒して勝つ、そのように話しています。6ラウンドのマスボクシング、インターバルも水以外は、まあ、休まずに打ち続けるというような独特の練習をしてきました。心拍数が上がった中でも頭を使えるようにという練習なんだそうです。実際に、まあ、5、6、7、8と随分スイコのプレッシャーがきつかったんですけどね、はい、ここに来て佐々木がある意味回復しましたよね。そうですね、はい、それを持ちこたえて相手をつけ、はい、疲れさせたという、そうですね、これ作戦の一つですよね。まあそういうところでもやっぱり、苦しい、まあ、誰でも苦しいかと苦しいですからね、相手を苦しくさせて自分は若干の回復させるという意味ではうまいところあるんですよね。この辺りは6回少し足が滑りました。青コーナー佐々木元樹です。寺島さん、はい、ランディスイコの傷なんですけれども、まあ、私の目の前で見たところで言いますとおよそ1センチほどの幅でした。ほとんど出血はありません。はい、先ほどのラウンド佐々木の攻撃パンチで傷ができました。もしその傷が続行不可能のものになりますと佐々木の勝利ということもあります。ただ出血はほとんどありません。大きな右左ランディスイコです。ただこのように打っていってもどんどんスタミナは消耗していきます。まあ、消耗しながらの例えば構成点になる可能性ありますね。佐々木が打たなかったらですよ。ポイントに関しては少し厳しい第8ラウンドまでです。寺島さん、はい、例でした。はい、辻岡さん、チャレンジャー佐々木サイドですが、スイコはだんだんと足が効かなくなってきている、その証拠にパンチの打ち終わりにステップバックする、後ろに下がる、そこを詰めていきたいんだと話しています。はい、チャレンジャーとしては飯田さん、はい、そういったところ踏み込んでいきたいですよね。そうですね、また距離が取れるようになったんですよ。今佐々木が自分の取りたい距離今取れてますよね、はい、これまでやっぱりスイコのこうプレッシャーが強かったんで潰されてたんですけれども、はい、今自分のペースでやれてますね。残り3ラウンド、これで、はい、いければ本当にチャンス出てきますよ。そうですよね、敗れれば引退、最後の覚悟で挑んでいる佐々木元樹です。最後の1秒までおそらく諦めることはないでしょう。
落ち着いて相手を見ています。残り15秒、大丈夫、引いた、やっぱり疲れたところのダウンですからね。なんということだ、人生初ダウン。どれだけ回復するか注目です。なんとなんと第10ラウンド、佐々木元気が一度も倒れたことない男、世界戦でも倒れたことがないランディ・スイコを倒しました。こうやって、疲れたところで連打できたというのがいいんですよね。素晴らしいラッシュでした。ランディ・スイコ1分ですけど、このまだ足元をふらついてますよ。ダメージはある、一気にいけるか、勝負すればいい。佐々木元気、人生をかけた勝負、効いている、さあ、ラッシュ、佐々木元気が人生をかけたラッシュだ、パスますよ、しかし左、勝負すればいい、勝負だ、倒されるか、倒されるかもしれないけど、チャンスですからね。行っていいんですよ、行ってカウンター食ったら食ったらいいですからね、はい、勝負するんですから。ランディ・スイコの方が苦しいんですから。ダウンを受けているのはランディ・スイコ、2人の力の残り具合が今違いますからね。左のまぶたが切れ、右のまぶたが切れています。あ、左右のまぶたが切れている。目は後ろ、さあ佐々木元気、行け、前に出ろ、倒しきれ。ランディ・スイコは意識朦朧となってますからね。王のチャンピオン、3回9戦半のチャンピオン佐々木も、まあ11ラウンドになって疲れはありますけどね、はい、まあ、佐々木の疲れとランディ・スイコのダメージは違うんですから。そうですね、はい、ここが一戦一対のチャンスです。また山かけると思いますね、はい、佐々木は今ちょっと温存して、また次もう一回ラッシュかけると思いますよ。もう一戦切れています。ちょっと力戻らないんですね今、佐々木は力を貯めている。ランディ・スイコはもう足が使えない、もうダメージがですね、疲れ切ったところでダウン切りますからね。両者ともにパンチのスピードは明らかに落ちています。もう佐々木も疲れてますからね。寺島さん、ま、最大のチャンス、ランディ・スイコ陣営非常に緊張感が走っています。あ、そうですよね、出血がかなり激しくなっています。レフリー杉山、その傷を覗き込むようにしています。佐々木はですね、まあ、あと1分切りましたけどね、はい、ところ構わず打つんじゃなくてですね、確実に目切ったところですね、はい、うん、ドクターのチェックを受けます。かなり流血が激しくなっています。右のまぶた、そして左のまぶたも切れています。ヒッティングによるものです。これが続行不可能ということになれば、佐々木元気が逆転で TKO 勝利ということになります。さあ佐々木、今のこのタイムというのも自らの力になったか。ただですね、ランディ・スイコも今の数秒間休めたということですね。そうですね、ダメージが回復してしまったかもしれません。いやー、息も荒くなっている。佐々木も苦しい、しかしもっと苦しいのはスイコのはずです。スイコはですね、打ち抜かれたところでのダメージですからね、スイコ苦しいんですよ。はい、寺島さん、スイコの傷の具合なんですけれども、はい、止めるほどではないが古傷なので、ちょっと見たいと判断しています。はい、確実に打ち合いパンチ集めたらダウン取れますよ。はい、ラッシュを仕掛けたい。残り4秒、ここで第11ラウンドが終了、残すはラストラウンドです。チャンピオン、フィリピンからやってまいりました、東洋太平洋3階級制覇の強いチャンピオンです、ランディ・スイコ。一方は元日本スーパーライト級東洋太平洋ウェルター級チャンピオンの佐々木元気、第11ラウンドにダウンを奪っている佐々木元気。ただ8ラウンドまではスイコがリードしていました。ラストラウンドを迎えます。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ12回戦、ラストラウンド。さあ浜田さん、両者のそのダメージ、スタミナいかがでしょうか。まあ、
スタミナは両苦しいこと苦しいんですけどね、ランディスイカはダメージも蓄積してありますからね。佐々木はあと3分ですから、あと3分でチャンピオンになれますから、ここは攻めなきゃいかんですよ。はい、飯田さん、はい、発露はどんなところに見出しましょう、ラストラウンド。いや、もう手を出して前に行くしかないですね、もう本当に、人生をかけてですね、はい、あー、もう出てきた、左また効いたか、足元は重つかない、ランディスイコ右、左スイコは右のマブトを切っています。これは有効なヒッティング、試合続行不可能であれば佐々木が逆転で実戦ですね、勝利ということになります。このスイクは常に攻撃の選手だったんでですね、打たれても攻撃しようとするから、またその時に打たれるとまともにカウンターになるんですね。そうですよね、はい、前に出てきますからね。そうですね、だから相手の力を利用できるかどうか、一発いいの当たったと思ったら必ず打ち返そうとしますからね、はい、弱ってますよ、ライティングスイクは。ということは佐々木はどん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 攻撃的に行くべきなんですね。その時に当たればですね、ダウン取れますから、はい、当たってもう一回来るところ、もう一回カウンターで当てると、できるんですよ。さあどうか、前にどんどん来てはくれています。ただあまり相手に打たせ続けるとこれは気持ちも伊田さん戻ってくる可能性ありますね。いや、見てますよ、佐々木を見てチャンスを作ってますね、今打たせて、はい、一ついいパンチが入れば一気にラッシュかけると思います。チャンスを伺っている。実際に今ランディスイコのパンチはブロックしてれば効かないというのが佐々木にはあるんですね、そして何発かまとめて打ちたいということは あるわけですね。佐々木は最後のラッシュのために全てを溜め込んでいた佐々木元基、負ければ引退、その覚悟で臨んでいる一世一代の大勝負 OPBF2 タイトル2階級制覇なるか、そして3つ目のタイトル獲得なるか。過去2度はタイトル奪取の時には大方の不利の予想を覆して KO 勝利、左右当たっています。第10ラウンドにダウンを奪っている佐々木、逆転に向けたその奇跡を打っています。右から左、右スイゴ打ち返そうです。来ましたよ、ここまでまとめらついている、まとめれば倒せますから、まとめれば倒せる、倒して勝ちたい、ディフェンスしないですからね。大興奮の後楽園ホール、ボクシングの殿堂が盛り上がっている。あー、腰が落ちた、右左、あー、これはスリップスリップスリップです。さあ人生をかけていけ、残り10秒切った、ラストラウンド、鼻血を吹き出しながら、それでも佐々木が前に行く、空振りのところ、両者主力を尽くした12ラウンドが終了、 OPBF スーパーライト級タイトルマッチです。佐々木元基、全てを出し切ったと言っていいでしょう、素晴らしい戦い。ただ人生初のダウンを奪われながら、スイコも最後まで戦い抜きました。浜田剛さん、壮絶というのはこのことでしょうね。そうですね、一進一退というかですね、どっちもちょっとでも休みたい、気を緩めたら一気に攻められる状態は常にありましたね。だから最後まで両者とも神経が緩められない試合だったんですね。飯田さん、はい、本当に残り4ラウンドに山を持ってきましたね。持ってきましたね、さすがに。でもチャンピオンランディスイコンうまかったですね。あ、最後うまかった、うまかったし、まあ、タフですよね、はい、今採点が、かなり慎重に行われています。確認作業が行われています。この後いよいよ発表ということになります。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ、3階級制覇のスイコか、あるいは2階級制覇がかかっている佐々木元基か。ダウンを奪っているのは佐々木元基、第10ラウンドにダウンを奪っています。3人のジャッジの今結果が出ます。ジャッジ、エドガルド・オラロ、114対113、赤スイコ。まず一人はスイコです。ジャッジ、浦谷信明、115対113、青佐々木。割れました。ジャッジ、阿部和夫、115対113。以上、2対1のスプリットデシジョンをもちまして、決着がついた。OPBF 東洋太平洋スーパーライト級新キャンピオン、佐々木元基、逆転での、逆転での元基日本村大会、東洋太平洋2階級制覇、
ウェルター級に続いてスーパーライト級タイトルをもぎ取りました。しかも勝った相手は史上2人目の OPB 3階級制覇チャンピオン、名王者ランディ・スイコです。お互いに世界挑戦の経験がある同士のハイレベルな攻防、浜田剛さん勝利です。取りましたね。いや本当に8ラウンド終わって不利な状態からの盛り返しですからね。だから最後の最後まで、チャンスがあれば行くという気持ちがあったと、それは強かったですね。スイコも決して調子が悪かったわけではありません。スイコもやっぱりこのクラスに上げていいパンチを打ちましたからね。それで時の打ち方っていうのもパンチの力あるし体力あるしですね、あれでやっぱりスイコ最後ダウン取られたわけですから、まあ、スイコもやるだけやったでしょう。そして飯田さん、はい、どう評価しますかこの勝利を。いやもう作戦勝ちでしょうね。本当に、ランディ・スイコの、隙をどんどんついて、特に後半ランディ・スイコが、落ちてきたところを、もう本当にうまく詰めてる。しかもダウン取ってますからね。本当にいい戦い方だと思います。そしてレブ・サンティランから、はい、ランディ・スイコから、なんでこんなに強いチャンピオンたちからタイトルが取れるんでしょうか。いやもうこの迫力ですよね。この突っ込んでいくもう執念みたいなことですね、はい、素晴らしい体感になりました。ランディ・スイコからタイトルを奪って OPBF スーパーライト級新チャンピオンに輝きました34歳、帝拳ジムの佐々木元希です。深々と頭を下げます。今日逆境にもめげず今日も勝てたのは皆さんのおかげ、そんな思いがあるか、今惜しみない拍手に応えます。全てを精魂使い果たしたか佐々木元希、それでもあえて聞きたい今の気持ちを聞いてみましょう。皆様、新チャンピオンとなりました佐々木元希選手です。強いチャンピオンを倒しました。ダウンは自分が初めてだと思うんで、はい、まあそれは計算通りだったんですけど、はい、苦戦したフリするのもなかなか疲れました。確かに初めは右アッパーで攻め込まれるシーンもありました。しかし最後は10ラウンド終盤にダウンを取りました。あれが全部自分の計算通りで、対処攻めさせておいて危ないぞと思わせておいて逆転ゲオが釣る予定だったんですけど、ちょっと最後だけちょっと計算がずれました。ご自身としては3つ目のタイトルとなりました。まあ、ただちょっと冗談はそこまでし、自分はやっぱり世界を取るために復活したんで、まあ、こう言っちゃあれですけれど、まあ、ここは別に自分は目標地点ではないので、ここでね、ああやって苦戦しているようじゃ、お客さんに言う自分は申し訳ないと思いますし、まあ、首がつながったのはいいですけれども、自分の目標としている地点からすればまだまだまだなんで、はい、自分はやっぱり小さい頃の夢であった世界の頂点に立つために無謀とも言える復活を遂げてやってるんで、ここでつまずくわけにはいきません。今日は反省です。はい、首がつながったっていうだけで、はい、なんでまだまだ自分は強くなりますんで、どうか今後も応援よろしくお願いします。新チャンピオンとなりました佐々木元希選手でした。今一度盛大な拍手をよろしくお願いいたします。浜田剛さん、はい、首一枚で、うん、首の皮一枚でつながったと言いつつ、でもね、素晴らしい勝利でしたよね。まあ、そうですね、やっぱり実際に、強いランディ・スイコからダウン取ったと、そして、試合もですね、緊迫した中でやっぱり、5ラウンド以降攻められ続けたと、このまま行くのかなと思いながら最後まで試合諦めずに相手が疲れた矢先を集中打できると、ある意味やっぱり、経験でしょうね。経験全てを出してもぎ取ったタイトルと、まあ、そうですね、
ある意味経験からして自分の持ってる力以上に出したと言っていいと思いますよ。いや相手が強ければその以上が出る男です、佐々木元基。飯田さん、はい、世界という言葉がありました。それに向けて何かアドバイスがあればお願いします。そうですね、本当に、駆け引きであるとかそういったものは本当に素晴らしいものを持ってるんで、今日の試合の経験を生かしてまたしっかりともう一度練習に励んでもらいたいですね。引退をかけてと言った、はい、佐々木ですが引退する必要はなくなりましたね。ないですね、もうまた新しい気持ちで頑張ってもらえればと思います。 OPBF スーパーライト級タイトルマッチ3階級制覇のフィリピンのランディ・スイコを見事下してダウンを奪って佐々木元基3つ目のタイトル獲得です。